政監督、選手起用は寝ながら考えておきた時に決めた。選手起用も直前まで悩み抜いた。練習でスタメン組に入れていなかった中村を前日に組み込んでテストした。最終的には感覚的なことというがもう毎晩、寝ながら考えていた。起きた時に最終的に決めたと直感も冴えた。3度見したけど寝ないでかと思ったら寝ながらだった。442は睡眠学習の成果か。また名言を、起きてる時も考えてくれ。寝ずに考えたじゃないんだ。寝ないでの誤植じゃなく記事読んでも寝ながらで合ってるっぽいんだけど。睡眠学習法だぞ。岩政さんは夢の中でも仕事できるんだよ。寝ながら考える名称。岩政ぐっすりで笑う。ポエム岩政ラブ岩政、アイス岩政ミステリー岩政、ミュージック岩政メメントモリ岩政、スリープ岩政、もう岩政レベル。ユニセイ、岩政語録すげえよやめてもらっては困る。収蔵カレンダー感あるな寝ずに考えるな。寝ながら考えろ。8時間しか眠れないとか不安で夜しか眠れないみたいな名言。試合も寝ながら采配したら神采配できるのでは？かもかよ。何気ない一言で楽しませる男岩政。岩政はもはや一周回って言葉遊びの天才の域に入ってきたな。そろそろ5、6でスタメン組めそう。